止めろって言われてもどうまとめるのか難しいんですけど、まずあの小林さんに、はいはい、まとめ石黒先生の話聞いて何かご感想を、はいはい、やはりね、あの人工知能って言いますかね、はい、その研究されてるってことでね、はい、その話を聞きたいですよね、はい、どうですか、以後は、いや僕あのさっきちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、あの小学校の頃親父に以後あの、はい、あのなんていうか、教えられてですね、少しはほんのアマチュアビギナーなんですけど、はい、できるんですけど、やっぱり一番ちょっとお話ししてて気になったのは、はい、あのまあ、人工知能、将棋までだったら、まあ、僕はあの親しい友人が、はい、あの将棋の研究やってますし、はい、あのまあ、どういうふうにコンピューターのプログラム書けばいいか、はい、なんとなく分かるんですけど、囲碁、はい、の場合はですね、その棋譜だけを見ても、はい、多分あのデータ化できないんじゃないかと、ちょっとあの今パソコンがね、まあ、棋士もパソコンを使ってるんですけど、まあ、いわゆる棋譜っていうのはね、私のパソコンにも5万曲ぐらい入ってますけど、はい、それをパターン化してどうこうっていう話は聞いたことないですね。そうですね、だからなんていうか、人工知能というコンピューターにまだ載せようのない部分がすごくたくさんあって、まあ、いわばイメージで考えられてるようなところが あるんですよね。で、そうですね、でそれがなんとかできれば、あの、もしかしたらコンピューターがあのいつかは、そうです、ね、勝てるかなと思うんですけど、いや今の科学の進歩はすごいですからね、いや案外近いのかもしれませんけど、で多分それちゃんとやるにはですね、うん、その脳波、あの脳を計測する、あのリアルタイムで計測する装置があるんですけどね、光とぼとか EEG とか MRI とかね、 ああいうものを持ち込まないともしかしたらできないのかなと。あのどこが活性化してるか、まあ、例えばあの視覚野でどういうパターンで反応してるかとか、そういったところから丁寧に調べていかないと、そのコンピューターの上でどう表現していいかっていうヒントがつかめないかもなっていうのが僕の印象です、ね、まだその辺の段階でしょうか。将棋と、そういう研究はないですか、将棋と、その、囲碁では使う脳の分野がちょっと違うような気がするんですけどね。そうなのかな。ただね、碁はですね、私先ほど言いました2000局ぐらい対局してるんですけど、15手打つとね、全く違う碁になっちゃうんですね、うん、だから対局前にいろんなことを想像してね、いろんな準備してもね、全く互いにもう想像もつかない局面になってしまうんですよね、うん、ただこの間ね、将棋の方では聞いてますとね、このタイトル戦のこの1局ね、その時羽生さんと渡辺竜王っていう対局だったんですけど、62手までね、62手まで同じ局面だったっていうのを聞いて僕はびっくりしたんですね。碁ではそんなことはまずないです、やっぱりだから組み合わせがもう爆発的なんですよね。そうなんですよ、布石がね、実は一番碁では布石が一番私は大事だと思ってるんですけど、実は布石が一番難しいんですね、あの白黒のパターンで、はい、一見単純そうにも見えるんですけど、なんか無限に深いです、ね、だから広い、まあもちろん単純に広いっていうのはありますよね、広いっていうのはあるんですけど、どうもそれだけじゃないんじゃないかなと思っていて、それがそのまあ、よく言われるの絵画的というか、その、あのね、空間なのかな、まあ、碁の石ってこう盤面にこうお互い並べてって、形が綺麗な方がね、効率がいいんですよ大体。だから石の形を見てどっちが強いか大体パッと見た瞬間分かるんですね、石の形で、だそっちのアプローチの方が、そうですね、だからある、もっとイメージで、あのなんか推論するような、そういう人工を知能が作れれば、でもそのイメージをどう表現していいかが分からない、自分でもね、なんでいいと思うのかもちょっと、あの証明して言ってみろったらちょっとできないんですけどね、でももしかしたらいつか、まあ、例えばその研究者がですね、ネチネチと全部聞き出せばですね結果を見ると分かるんですか、こっちよりこっちの方がいいっていうのは分かるんですか、はい、あの終盤だとね、パッと見た瞬間にどっちが勝ってるかなんとなく分かるし、途中の形を見ますとね、どっちが腕が上かは分かりますね、形を見ると、まあ、認知心理の場合はね、それをもう例えばあの認知心理ってあのすごくご存知の方と全然ご存知じゃない方いらっしゃると思うんですけど、例えばあの輪島塗のですね、あの刷毛の動きをずっと研究している人がいて、要するになぜ機械で塗るよりも名人が塗った方がムラが少ないのか、
普通のっていうと変ですけど、原理から言えば一定に乗れば村なくなるだろうと思うんだけれども、それがそうじゃなくって、なんかこうなってた、例えばですけどこうなってたところのここでちょっとためが作られててまた塗り返してるみたいなのを、認知心理の場合には100時間も200時間もビデオに撮って解析して、今コンピューターで解析できるから、でそれやって、でまあ僕の付き合ってる認知心理学者たちは比較的謙虚なので、だいたい名人芸の中で解析できるのは 1% だとか 3% だって言うんですね、うん、でも 1% か 3% 解析できると、それを機械に反映すると機械の性能は格段に上がると。要するに今までこう機械的、うん、まあ文字通り機械的に塗ってたのが、ここに一回ためを作るとすごくその性能が上がるっていうようなこう応用の仕方があるんです。だからその囲碁の棋譜をその何万パターン、いや人間ってその複雑な問題でもですね、なんかイメージでこう捉えてうまく解決するっていう能力あるじゃないですか、はい、その正確になんか言えないけれども何となくこんな感じだって、でそういうのが多分囲碁の研究なんかとつながっていくんじゃないかなって、囲碁の方が多分人間のそのいろんな想像力とかイマジネーションの力に比べるとまだ領域は限られているの で囲碁 その人工知能化ができると人間にも少し近いコンピューターができるような気はちょっとしますよね。なんか本当碁はね、そうコンピューターの、ね、人工知能には、ね、最適の材料になるって話は聞いたことあるんですけど ね、その先ほどから言ったその空間として捉えているのか、はい、ちょっと言語で捉えるっていうやり方もありますよね。いや私はやっぱ空間で捉えてますけどね。あの5番は喋ってこないんですか。いや喋ってこないですただ打ってると相手の打ってる気持ちっていうのはもう本当手に取るように分かるんですよ。言葉は交わさなくてもね、相手が今何考えてるかっていうのはもう本当喋るよりよく分かるぐらい、ね、ソムリエは明らかに言語でしょ。言語すごい言うじゃないですか、ワインは多分味とかはの区別は結構言語化しやすいんだと思うんですけど、ちょっと自分でも分からないんですけど、でもなんか感情、相手の気持ちが分かるということはその盤面から感情みたいなものが伝わってくる、打つ手によって相手がどういう気持ちで打ってきたかっていうのが分かるんですよね、うんうん、なるほど。やっぱりでも感情みたいなものはやっぱ伝わってるんですよ ね、 すね。要するとなんかちょっと怯えてるとか、ね、怒ってるとかいう相手が、自分のがいいと思ってるとかね、全部分かりますね。アンドロイドと対局したらちょっとやりにくい分からないですけど、未来はそういうことがあるかもしれませんけど、ね、まあ、遠隔ではすぐできる、そうですよね、でもまあでも本人は見ないんですよねあんまり、はい、要するにあの 5番とその 対戦者、はい、本人とどちらをよく見られるかってもうやっぱり5番だけなんです、ね、やはり5番の方が見てますね。でもたまにこう顔を上げてみることもありますけどね。でそれとそれが怖い人だったら怯えるとか、いや羽生さんってね、先ほど私言いました、はい、羽生にらみっていうのが有名でしたよね、羽生さんは相手をこうにらみつけるっていうね。でも本人はなんか無意識のうちにやってて、そういう意識はないらしいですね。いやなんていうかその、まあ、棋士のっていうか見かけは関係ないと。見かけっていうか関係ないと。見かけはあんまり関係ないですね。案外優しそうな顔してる人がきついとってますねそういう傾向があるような気がしますけどね。でアンドロイド役に立たないですね。いやまあでも海外とかでもできるからな、遠隔操作ができますからね。海外でもその、あといっぺんに何局も打てたりします、ね、そうですね世界チャンピオンと打ちたいとかいうのは、あ、そうか、ええ、そういうことがあるってことですね。先生もコピーいっぱい作っといてまあ、子供たちは練習するのは楽しいかもしれないですね。ああちょっと任してやったとかいうのもそれは楽しい、ね、そういうことも可能ってことですね、はい、それはすぐにでもできる。この間谷川俊太郎先生と3日前か4日前に会ってお会いして、まあ、前から知り合いなんです。でこの演劇の報告もしてたんですけど、これが始まってからは初めてお会いして、でこの話をしたらものすごく興味を持たれて、まあ、谷川さんというのは本当にもう80歳ですけど、はい、本当に新しいことに興味があって、人はホームビデオが出始めたもう直後100万円ぐらい多分した頃に買って、で寺山修司さんとビデオレターの交換したりするぐらいにも新しいものはものすごい好きな方で、これもすごい興味を持って、じゃあちょっと死ぬ前に俺も一体作ってもらおうかなって言って、なんか詩を全部吹き込んでおいて、死んでからも儲けるつもりかこの人って思って
いやだからそれは僕は反対してるんですけどね。いやじいさん作ってどうするんだろう。じいさんに詩読まれてもあんまり感動しないじゃんかとか思うんですけど。いやでも谷川さんのファンもいるからね。それ谷川さんが読むっていう良さもあるわけ。そんなもんでしょうかね。いやいや。僕はよくまあ、僕はその先ほど言ったように科学理系の学生なんかを大学院生をまあ預かって議論をさせたりするのが仕事なもんですから、いろんな議論のネタを提供するんですけど、これ先ほどご紹介したように1000万ぐらいでも作れちゃうんですよ。そうするとおそらく一番最初に作るのは、まあ、もちろん性風俗の方はね 別として、おそらく一番最初に作るのは多分子供のを亡くされた夫婦だと思うんですよね。もうまさにアトムの世界だと思うんです。で、よく学生たちに問いかける問題としては、じゃあそのでこれビデオとかがあればそれ解析してもう癖まで全部再現できるんですね。でそういうアンドロイドが一家にいて、そこに例えば強盗が入ってきました。でその強盗がそのアンドロイドを傷つけようとして、でそのお父さんがそれを守ろうとして逆に強盗を刺し殺してしまいました。さあ正当防衛は成立するでしょうか。いやちょっとそれは分からない。これ今の法律では全くダメなんです、まあ、ただのものなんです。ペット以下なんで今アンドロイドは。ペットだったら多分情状酌量の余地とかあるんですけど、でもそれを皆さんはもう裁判員制度ですから、裁判員として多分5年以内に裁かなきゃいけない時代が来るんです。もう普通に家庭に入ってくるので、だからこれはもう良い悪いではなくて、私現実の問題として受け止めて、まあ私は芸術家なのでそういう未来を描いて皆さんにお届けして問題提起をして考えてもらうのがまあ仕事なんですね。で僕は非常に面白いなと思うのは、将棋、まあ、チェスはもう負けてしまって、将棋ももう時間の問題だろうと、はい、でも多分チェスや将棋を人間はやめないと思うんです。いやそれはやめないと思いますね。そこが面白いところだと思うんですけど、ね、でもアンドロイドが人間になって人間みんなやめるかってそうでもないのと同じですよね。ただねそこ違って違うんですかね。いやそうなの、そうなの、まさにそうなんです。それでね、いや将棋とかね、これがね、まあ、僕は要するに作家だからそういうところに関心があるんですけど、なんで人間はコンピューターがチェスの名人を破るとみんな喜ぶんだろうっていうところに興味があるんですよ。だって100メートル走だったらロボット勝って当たり前だから誰も喜ばない。だって100メートル人間より速く走る機会はいくらでもあるじゃん。それを言うとですね、大谷先生このアンドロイド演劇とロボット演劇作っていただいて、役者がいらなくなったじゃないですか半分は、うんうんうん、で役者喜んでるんですかね。役者は喜ぶから観客が喜ぶかどうか。あそういうことですよ、ね、あとプロデューサーは喜んでます、弁当代かかんない。だそこが面白いと思って、要するに囲碁ファン将棋ファンは何を見てるのかっていうところなんですね。そうですね、まあ、でも人間臭さとかありますからね、そういうところを見てるっていう気はしますよね。でそうすると多分まず一旦こう行くとこまで行って、その後多分人間臭い将棋を指すコンピューターとか多分できてくる。そういうこともありますか。うん、ちょっとわざと失敗する。そう、わざと失敗する。まあやっぱゲームの世界でもそれもやっぱりコンピューターで再現できちゃいそうですよね。ゲームの世界であればね。わざ先ほども言ったように、その本当に人間らしさっていうとその間違えるとか、はい、マイナスのものばっかりになっちゃうんです。いやでもなんか先ほどの話聞いてるとね。うん、案外僕は碁をね解明するっていうのはもう千年もかかるのかと実は前思ってたんですけど、うん、案外最近は近いなという気がするんですよ ね, でもその時ねやっぱり失敗なことは一つね、まあこれ映画なんかにもなってますけど、コンピューターに人間が管理されないようにねちゃんと歯止めをかけてほしいなと思うんですね、うん、まあそれはないっていうかもうすでに管理されてますから。今更心配しようがないです。いやで今コンピューターとかね、インターネットをなくしたら、うん、銀行システム全部止まるし、やっていけないですよね。もうすでに管理されてるので今後も管理され続けますから、ちょっとそれはもう心配ないというか心配してもしょうがないですね。
いやでもそれよりさっきのやっぱり議論面白いなと思うのは、要するに、コンピュータ囲碁、まあ、将棋とかね、あのオセロとかもそうですけれども、はい、コンピューターに負けると分かってても人間が、はい、それをまだ楽しむと。そう、楽しむと思いますね。で演劇もそうですよね。僕やっぱり役者の話はあの、要するにアンドロイド使った方が演劇はまあ良くなるじゃないですか、完璧になるじゃないですか。それでも役者はゼロにならないだろうと思うんですよ。いや、あの要するにあのなんか先生が雇うかどうかは別として、演劇をしてみたいってやつは残ると思うんですよね。それと同じことかなと思うんですよね。いくら機械が出てきても、ね、機械に負けると分かっても人間はあの なおかつそれで、それをやりたがると。そこはなんでそんなに、なんていうか、それは分からないんですけど、まだか5はまだ大丈夫ですけど、だから先生の命もあと10年ぐらい。いやでもね、あの先ほどね、あの、ま、チェスはねもう20年ぐらい前にスーパーコンピューターがもう勝っちゃったっていうけど、チェスやってる人の人口が減ったとは聞いてませんのでね、はい、そうですよ ね、なんかちょっと悲しい現実のような気もしますよね。でもまあ僕はコンピューターの方が、あの青柳先生とやらせていただいてるアンドロイド演劇もそうですけど、アンドロイドの方が勝っちゃってますから、人間よりも。ああそうですか、だからあのコンピューターに負けてもあの、そんなになんていうか、悲しがることはないんじゃないかと。じゃあ覚えてるんですよ。そう、俳優は本当にかわいそうで、多分 2,30 年後には半減するでしょうね、 生身の俳優はですね。そうですか、はい、あでこれは別にええとかそんなとか、ちょっとあのはったりじゃないのと思われるかもしれないですけど、もう現実で、だってっていうか現実で見てるんですよ皆さんは。だってハリウッドの映画はもう CG でしょ、半分以上。タイタニックなんてもう あれが成立してるのは、要するにもうエキストラ全部失業しちゃってるわけで、あれでものすごい問題にもなってるんですね。それからあのブロードウェイなんかでもおそらくもう最初に使われるのはブロードウェイとかで、生身の俳優が喋ってて、その俳優が引っ込んでその次の瞬間に飛んだりできるんですよ。危険なことがいくらでもできるっていうのがロボットの強みなので、今ブロードウェイでスパイダーマンやってますけど、あれものすごく保険かかったりとかして大変で、公演も何度も初日が延期になったんですけど、多分そこら辺ではもうすぐに使われる技術なんですね。だからそういう意味でもう、で多分僕演出家とか劇作家、多分僕の生きてる間は大丈夫だと思ってるんですね。多分指揮者も大丈夫だけど演奏家はちょっときつい。でもそういう現実がある時にあの法律はついてきてないって、先ほど平田先生の言われたその子供のアンドロイドの話ですけれども、そのコンピューターとかロボットは人間を超える面がある。 だからその子供のアンドロイドも十分人間レベルだという日は来ると思うんですよね、すぐにでも。いや昔ね、手塚治虫の漫画にね、40年も50年もの 前の話ですけど、やっぱりそういう場面が出てきますよね。ロボットのが社会とどう関わるかの問題もほとんど手塚さんは、手塚先生は書いてて、そうですね、あの時代に悩んでる感じでしたね、はいはい、それはまあ私たちは大阪大学なんで、手塚先生も大阪大学の出身なんで、大変それはもう誇りに思ってることなんですけど、本当にそのでやっぱり反発なさる方もいるんですね。それから特にやっぱりヨーロッパの中で反発なさる方も多くて、いやでも機械でしょう、人間ではないでしょう。で例えば僕はよく学生との議論の時にはそのペットの話を出すんですね。でペットを要するに動物愛護っていうのは人間が作り出した概念であって、犬を食べる国もあれば、あの犬をちょっとでも傷つけたらすごく罰せられる国もあって、クジラ食べる国もあれば食べない国もあって、でいやでもあの動物は生き物でしょって必ず言うんですけど、そこ先ほどの石黒先生が最後に問題提起したその境界がどこにあるのかってことが分からなくなっていく以上、そのことを私たちはやっぱりその生き物でしょとかっていうその居酒屋での議論じゃなくてちゃんとしていかないと多分問題になりますね。僕自身は結局そこは曖昧になっていくと思うんですよ。要するにコンピューター、まあ、多分将棋の囲碁の世界もそうだし、アンドロイドの世界も、まあ、あの体だけ見ればその人間と機械の境界はどんどんこあのややこしくなっていく。あの人間もどんどん機械化されるし、ロボットもどんどん人間らしくなるし、そこに問題があるんじゃなくて、でも それでもね、その例えば将棋指したいとか演劇を演じてみたいっていう欲求というか、そのもっと主観的なものですよね。
ね、そこに人間の定義を求めていかざるを得ないと思うんですね。だから僕そういうことをもうちょっとちゃんと考えたいなとは思ってるんですけどね。あの囲碁の対戦、はい、対局の時には、はい、当然あの携帯電話とかそういうの持っちゃいけないんですね。ダメですね。まあ対局室にはじゃあ、まあ、カンニングするためですか、うん、でも大してカンニングするじゃダメですけどでもあのオカメ八目というでしょ他の人まだそこまでは厳しくなってないかな。ああ、例えば、将来的にここら辺にチップが埋め込まれてる人、あるいはここを要するに今は、ねええ、先生のコンピューターに5万局の寄付が入ってて、これが例えば外部装置でコードでつながってたら多分違反だけど、ここに埋め込まれてたらどうですかね。あの分かんないですよねそれね。そう分かんない。ただあの例えば私がねその寄付を対局中、はい、あの自分のパソコン持ってきて、はいはい、その寄付を見放題見たところで、はい、自分の実践にどんだけ役に立つかったら、うん、それがあんまり役に立つことが疑問ですね。ただコンピューそういうもう勝てるコンピューターが開発されたとして、それが、埋め込んでる人と埋め込んでない人の対戦、それはもう大変なことになるかもしれません、ね、だから将棋とかだったらできるわけですね。将棋で女流で段取ろうと思えば、あの無線でね、あのあ、うん、要するにちっちゃいカメラ埋め込んで全部あのカンニングで段取れちゃうんですよ、ね、今まであんまり考えたことないけど。です、パラリンピックとオリンピックの差で、義足のランナーで、健常者より速いって人が出てきちゃいましたよね。あの足のでそれが義足がバネが入っててそれ認めるのか認めないのかって、ああいう問題と実は同じなんですよね。で脳の一部はもう完全に今はコンピューター化してて、で先ほど管理されてると、まあ、石黒先生常にきつく言うんですけど皆さんは例えばつい十数年前までは友達の電話番号10個ぐらい普通に覚えてたでしょ。今1個も覚えてないでしょ、携帯があるから。ってことはもうこれはこっちに、まあ、管理されてるというか委託してるというか脳を外部化してるんですよ。で常にでそれが今度は外部化だったり高度ならまだいいけれども内部に埋め込むことさえもおそらく10年20年のうちにはできるようになって外外見上は分からない。でそれを同じ人として扱うのかどうか、あるいはあの要するにあと記憶を問うペーパー試験はほとんど意味なくなりますよね。今でももう意味ないんだけど、こんなにコンピューター発達したら。だその時にどうするのかってことですね。そういうことはありますかね。ただ碁の場合はまだそのなんていうかな、まあそれはすごいコンピューターができて碁を全部解明できるコンピューターができたらえらいことですけど、はい、そうでなければあんまり人の碁を知ったところで大して役に立たないんですよね。結局自分の問題、うん、そういう単一能力っていうかそういうものはもうコンピューターに任せちゃって、ね、もっとそれ以外の、うん、なんていうんですか、感覚的なものというか主観的なものに、時間を費やせるのがなんか自然に変える気がするんですよね。あのなんか自然を感じて なんていうか気分良くなるみたいな、そういう時間が今ほとんどないじゃないですか。でそういうところにもっと時間を、もう要するに厳しい仕事とか単純な仕事は全部コンピューターに任せて人間はそっち側で人間性を探すという時代が来るのかもしれないと思います。僕はね、今日あのまあ、平田さんっていうアマチュアの方とあの杉内正雄って九段先生の話をしたんですけどね、あの先生お二人ね碁やってなかったらあんなに元気でいれるのかなっていう気がしてるんですよ。実は碁があるからね、結構夢中になってるからね、あんだけ脳の力が高まってるのかなって気がするんですよね。まあ、そういう意味でもちょっと話したんですけどね、まあねどうなんでしょうねもうそろそろ時間なんであれなんですけどね、あのアンドロイドと付き合ってると、まあ、ロボットと付き合ってるとですね、あのさっきあの人間の特徴はあのネガティブなものばっかりだって言いましたけど、それはあの原理的にはそうなだけで、今の時点だとまだ人間の方が優れてるところはたくさんあって、いっぺんにいろんなことをやろうとするとすごくあのロボットは苦手でできないことないんだけれども、プログラムがなんかもう乗数で増えていきますよね。だからあのこう僕がこうあの右手上げてあのこっち向いて喋って、で左手はちょっと動かしててみたいなことを俳優は言うとその場でできるんですけど、プログラマーは一つのプログラムを書き換えるのはすぐあの30秒ぐらいでできるんですけど、3つぐらい連動するとそれが本当にあの20分ぐらいかかっちゃうんですよ。すごく大変ならしくて、演算処理が追いつかなくなったりとか、もうそれ以上やるとあと熱持っちゃったりとか
これはいい説明だなと思うんですけど、人間と同じだけの総合力を持たせようとすると熱を持ってしまって、結局頭蓋骨がその熱で溶けちゃうから、最後は物理の、要するに脳の動いてる原理と生体、コンピューターの原理があまりにも違う、エネルギーが、5万倍ぐらい違うんですよね。そんなに違うんですか。だから脳っていうのは、ごめんなさい、コンピューターっていうのは、分子レベルでみんな普通は生体はね、ノイズだらけなんです。分子レベルから全部揺らいでるんです。それをエネルギーかけて0と1の世界を作り出してるのがコンピューターの世界なので、もともとエネルギーの消費量は全然違って、そこが限界なんですよね。ということはコンピューターの方がたくさん使うってことですか。そうです、5万倍使いますね。5万倍も使う、非常に荒く言えば、でもっと使うかもしれないですね。でも、近い将来その生体と同じメカニズムで動くそういうコンピューターっていうか脳型のコンピューターができると、もしかしたら解決するかもしれないですね。だからそこで、その要するに小林さんさっき言われたその総合的な部分と、はいはい、その局地線 の、はい、その分析的な部分っていうのの、多分総合的な部分はが囲碁の場合には将棋よりも圧倒的に大きいから、そこの部分はコンピューターはまだちょっと苦手で、多分それがあるんだと思うんですね。碁の勝敗を決めるのはその総合的な判断力なんですよね。部分は結構みんなある程度みんな読めるんですけど、それが全体的にどうなんだっていう判断が難しいんですね。そこが多分今日の結論だと思います。そろそろもう時間かと思います。なんか宗教家って言われましたけどいや僕やっぱり一つ言いたいのは、だから先ほどその人間の体とかがそれがどんどん機械化されて、機械と人間の境界がなくなっていくんで、もう一回なんか、そうすると精神世界にもっとみんな興味を持つわけですよね。で今までは科学の時代だったんですけど、科学がある意味飽和してくると、もう一回精神世界に戻るんじゃないかと。でその時に、囲碁の話もコンピューターにも、勝てない人間の話もですね、全部ひっくるめて、もうちょっと違うなんか精神世界の話がいろいろ起きてくるような気がしてます。